します。はい、よろしくお願いします。続いてなんですけども、はい、先月に引き続き赤ちゃんの企画をさせてもらえたらなと思います。俺の企画じゃないけどね。皆さんが聞きたい企画だよね、いろいろね。赤星紀弘の現役時代スケジュール。ああ、そういうことか。はい、これね。はい、で、まあ、赤星さんの当時の現役時代の過ごし方だったり、はい、まあ、プロ野球選手が試合までにどんな準備をしてたりとかしてるのかなっていうのをちょっと、まあ、ファンの方に参考にしてもらえたらなというふうに分かりました。今回したいなと思ってます。はい、ファイトボードを後ろに、はい、用意させてもらってますので、はい、まあ、そこに赤星さんの基本的な一日のスケジュールを、ね、はい、書いていただけたらなというふうに思ってます。わかりました。はい、まあ、最初に言ってきますけど、僕やっぱり入団して、まあ、9年しか野球やってない、プロ野球生活やってないんですけど、まあ、2007年に初めて大きな首の怪我をして、それ以降引退するまでと、まあ、それまでの現役生活の時では結構雲泥の差があるんで、まあ、ちょっとその辺もね説明できたらなと思ってます。だから、まあ、とりあえず一番最初に書くのはルーキーイヤーぐらいから、2005年ぐらいまでのスケジュールというか一日のをちょっと書きたいなとは思うんですけど、いいですか、書いて。お願いします。ですね、こんな感じかな、大体こんな感じかな、大体こんな感じです。ありがとうございます。はい、睡眠の5時間っていうのは、これは、日によりますけど、この辺の時もあります。まあ、だから大体そうですね、これだと多分大体6時間ぐらい睡眠になってますよね。あ、6時間じゃない、これ出発する11時にはもう着いてたので、10時ぐらいに起きてみたいな感じだったと思うから、5時間ぐらいですかね。もうちょっと早く寝れれば一番いいんですけど、ここの最初の寝る時間が日によってちょっと変わるというか、これなんでかといったら、ここに練習と研究って入れてますよね。僕ね、家帰ってから、まあ、こう、まあ、ちょっと練習トレーニングして帰宅してご飯を食べた後にかなりアドレナリンが出てるんですよ。まずすぐ眠くならない。その後に僕はまたこう素振りをしたりとか家で、でその間にその明日の対戦のピッチャーとかを見て動画で研究したりとかしてした後に、まあ、大体そのイメージを浮かべながら素振りをしたりとかすると、まあ、大体朝の3、4時ぐらいにはなってるんですよ。でその時に眠くなってくれればいいんですけど、眠くならないと、まあ、大体5時とか、季節によってはもう普通に明るくなり始めてるっていうか、やばいやばいやばいよって思いながら寝るみたいな。でこれがまあ基本こんな感じだったかなっていうふうに記憶はしてるんですけど、まあだから 2時から、あ、これ書いてないけど、全体練習が大体14時から、甲子園でやるときは14時から始まるんですね。で大体2時間ぐらいかな、4時まで全体練習なんですけど、まあ、そこからまあミーティングがあったりとか、軽く軽食を食べてゲームに臨むという、まあ、だから僕の一番のポイントはここが一番やっぱ眠くなってたんですよね。ここがやっぱりしっかり取れるかどうかっていうのが一番の重要なポイントではあったんですけど、ちょっと睡眠には悩みがありまして、なかなか寝れないっていう中で回復しないっていうのももちろんありましたし、まあ、これだからなるべくこれをもうちょっとこう前倒しして寝れる時はいいんですけど、やっぱ調子がいい時と悪い時とではやっぱりまたね、ちょっとそのこういう研究の量であったり練習の量っていうのも増えてきちゃったりとかしてましたし、逆に言うとでも悪い時の方がしなかったかな。研究はしてたけど、研究だけは基本この時間欠かさなかったんですけど、練習に関してはもうここでゲーム後にその調子がいい時のは逆に練習してたんですよ。今調子いいから覚えさせようみたいな感じでやってたから、ここで結構長く打ってしまったりとかすると、もうこの帰宅が12時を過ぎてしまったりとかしてたので、うん、だからやっぱ ここをどうするかっていうのがいつも悩みでしたね。うん、僕のスケジュール的なことでいうと、こちなみに
デーゲームとかになったら睡眠はどうなるんですか。これデーゲームになったらこれまた問題発生するわけですよ。今いいこと聞きました。だからこう寝れない人からするとたまらんわけですよ、デーゲームっていうのは。特にナイターデーっていうのがねありましたよね、金曜日ナイターをやって土曜日デーゲーム、ピンチですよ。ここで寝てるわけですから。でも試合が2時から始まる。でこれ大体ね、全体練習っていうのは試合開始の4時間前2時からってことは、全体練習は10時からですね。ってことは10時から全体練習を始める。僕普段だったら寝てる時間ですよね。僕の睡眠時間のところなわけですから、これをだから全部前倒ししなきゃいけないんで、まあ、この状況から言うとこの辺からどうやってカットしていくか。だからここを早くしますね。まず帰宅時間をちょっと早くして、デーゲームの時っていうのは、まあ、だからここをした場合だったらここをちょっと省くとかで、これをちょっと何時間か前に。だけど無理、寝れない。普段このルーティンでやってるとデーゲームって急に言われても寝れない。だからデーゲームは修羅場でした僕。だからほぼ睡眠時間を削った状態で戦わなければいけないっていうのが、まあ、僕のちょっと悩みどころでもありましたし、やっぱり睡眠がずっと現役野球やってる時っていうのは悩みがあって、そうやって焦れば焦るほど寝れないし、で疲れてくると逆になんか疲れすぎて寝れなくなってる時もあったし、だから寝れる選手はやっぱ強いなっていうのはこういう時に感じてたし、まあ、結構睡眠はきつかったですよね。だから、私赤星のりいろがですね、毎週月曜日に会員制のラジオを配信しております。そしてその一部をですね YouTube でも投稿しております。なかなか聞けない阪神タイガースにまつわるさまざまなことであったり、いろんなプライベートなこともぶっちゃけて話しておりますので、概要欄をご覧いただき、確認していただいてですね、聞いていただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。やっぱ怪我をしてからっていうのがちょっとやっぱりなんだろう、ここにやっぱりいろんなものを増やさなければいけなくなってしまって、だからここから大きく変わるとしたら、この9時に起きてここの出発するんですけど、この出発する場所が違うっていうね、これ治療に行くんですよ。なんかこれがだから起床時間が早くなってるわけですよ、1時間。だからこの寝る時間が5時だとしたら1時間とか早くなっちゃってるわけですよね。だからこの間にどんだけ寝れるかが勝負だったっていう。でもう寝れないんだったらしっかりその準備とかした方がいいなっていうことで、ここの練習であったり研究っていうのがより増えるっていう。でまああとはだから変わったのは、だから試合終わってここでも治療が入ってきてしまって、ここの練習時間とトレーニング時間っていうのがちょっとなくなりつつあって、だからまあどうですかね、練習だけのこと考えるとちょっとやっぱり治療の時間が増えたことでちょっとこう減ってしまったというか、練習も減ってるけど睡眠時間も減ってるっていうね、まあいわゆる悪循環というやつなんですけど、ただ本当に睡眠を取らなきゃいけないのは自分でも分かってたんですけど、首悪くなると寝れないんですよね本当にね。だからまあ、正直今もその睡眠に関しては今の仕事になってからもあんまりちゃんと寝れないというか、まあそれはずっと残ってるので、まあ結果的になんか野球やりながら睡眠が取れないっていうのは僕の中で致命的だったというか、まあその中で1年間もほぼ毎日ね試合しなければいけないで、今本当に週末ほぼデーゲームなので、まあただ今の選手たちも普通に別にそれをこなしてやってるわけですから、まあ、だからどうなんですかね、どこをこう削ってるかってどういう考えでやってるかって言ったら、多分まあこの睡眠時間に関してはみんなやっぱりちゃんと取ってると思うんで、もっとどうですかね、ナイターの時でもまあ2時とかにはみんなある程度寝てるのかなと。でまあもうちょっとこれより早く起きて準備してもうちょっと早く球場に来てる。だから鳥谷なんか10時には必ず球場来てもう練習始めてましたから、でも彼はいつも必ず7、8時間は寝てたっていうね言ってたので、でも今もなんか睡眠の始まりこの辺ですけどね、野球やめてからだいたいあの朝スマタンが始まるタイミングぐらいまで起きてるんで、でスマタン始まって、あやばいな、スマタン始まっちゃってるわ、まずいまずいと思いながら寝るっていうねあんまり変わらんか寝るタイミングは。じゃあ何してんだって話ですそれまで寝れないです。
やっぱり当時の睡眠のサイクルというかがもう体に染み付いてるみたいな。いやだけどその仕事のね、今のスケ仕事のスケジュールって考えたら、この時間に仕事してることってそんなめちゃくちゃはないので、まあだから天さんに出演させてもらってるとか、まあ、あと僕 Going という番組があるんでね、 Going は夜中とか11時55分から1時過ぎまでやってるっていうのが、まあ週に1日やっぱり深夜にやってる、夜にやってるっていうので、多分そこでまず1個その時間は元気でいなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。だからそれより前に寝ることって多分ないんですよね。だから多分ね、日付が変わる前に寝たことって多分あんまないんちゃうかな、今に至るまで。うん、だから本当この辺の時はやっぱり まだ若くて元気だったから、まあ、ご飯食べに行く機会とか結構あったんですけど、こっち行ってからはもう本当になかったですね。もう本当にだからそのどこに治療の時間を入れるかで、いかに万全な状態で試合に臨むかっていうのがあったので、だからこの試合前と試合後の治療っていうのは欠かせなかったというか、もうこの辺ぐらいになった時ってチームの主力でもありましたし、ちょっと年齢的にも中堅ぐらいまで行ってたので、まあ、チームのトレーナーとかも結構優先して早めにこう治療してくれることもあったので、まあ、ここでやるんですけど、ただみんな待ってるんでね、若い子たちもやってもらわなきゃいけないっていうのもあるから、そんなに僕だから時間をここでかけなかったんですよ。ある程度の時間はやってもらってましたけど、でこっちがだから大事だったんですね。1時間ぐらい必ずやってもらって、で球場入るみたいな、ね、これがだから治療の時間が増えてしまったっていうのが、まあ僕的にはその練習時間と睡眠時間を削らなければいけなかったっていうところにつながっているので、しんどかったね。だから最後の3年ぐらいは本当しんどかったし、だから長くこの先長くやっていく中で、このルーティンでずっとやっていかなければいけないっていうのは結構しんどかったと思うので、まあ、早く引退してよかったかなとは。いやいや、そうですけど、でもまあもうあとここから、だからこれちょうど3年、2007年からなんで、2007、8、9、3年、だいたいこんなルーティンでしたけど、まあどうせ引退するまでね、あと5、6年やってたとしても、このルーティンでやってたと思うので、まあ結構だからきつかったと思いますよ。年齢がかさむのに、その練習時間も多少減ってってる中で、睡眠時間も減ってしまってるっていうのは、体力の消耗度っていうか体の回復力もね、多分遅れてしまったりとか、だんだん回復しなくなってくるでしょう、新年齢を重ねるとっていう意味で言うと、ちょっと辛かったのはあるんですけど、ただやっぱりでもね、やってる時はそこまで辛くなかったんですよ。なんかこのルーティンで本当しんどそうやなって思われるかもしれないですけど、やってる側からするともうある意味慣れ、これある意味一日のルーティンが当たり前のようになってくるので、慣れちゃうと、まあ、これが普通になるんですよ。だから逆にこれを無理に変えようとしても変えられなくなってしまうというか、だからもうこの時はこの時でしんどかったですけど、でもまあ試合に出る上での中心、試合をどうやって戦うかっていうことを考えてのルーティンだったので、まあ、まあ全然別にその時は大丈夫でしたけど、野球やめてから思いましたね。とんでもなくしんどいことしてたんだなっていうのはね、これ今やれって言ったら無理だもん。だけどなんかそういうねイメージが湧かないとね嫌だったのよ、うんうん、明日三浦大輔さんと対戦するってなった時に、過去のその対戦映像とかも全部 DVD に焼いてもらって、当時スコアラーの方にね、うん、やってもらって準備し試合後にいただいたりとかして、あとデータとかも試合後に必ずこっちから注文出して、今なんか多分 iPad でねポンってやったらポンって送られてくるわけですよ。すごい楽だと思う。でその当時ないから iPad なんか、だからもうその DVD 焼いてもらったりとか、資料だデータで出してもらったりとかして、それを家に持ち帰ってする。で僕はだから逆にこれをしとけば、こっちに行った時にそれはもうイメージしながらこの自主練したりとか、このゲーム前の全体練習に臨めるっていうのがあったから、まあ、この試合前のミーティングあるんですけど、まあ、ミーティングの時はもうだからあえてそんなの準備するんじゃなくて、もうそれはもう前の日から頭入ってるから、チームの方針としてどうするかっていうのを聞いてどう対応するかっていうだけの話、僕の場合のミーティングはね。であとなんかそういう例えば僕が研究してる中でチームの中で何か役に立つものがあれば、こういうところで還元するっていうこともやってたし、今思えば僕はこの時間僕にとってはすごく重要だった、みんなにとっては重要じゃないかもしれないし、ここを省くことでもっと有効活用できるかもしれないですけど、これやってたから多分ね、次の試合に気持ち切り替えたりとか、いいイメージで臨めてた部分っていうのは僕はあったので、ここだけは僕の中で外せなかったかな。
だこの練習っていうのもだからこれ研究してねいいイメージ湧くでしょ。湧いたらね、まあ、さっき言ったように素振りをし始めたりするわけですよとか、あと逆にめっちゃ試合でダメで、そのこの前の試合がね、あかん全然あかん納得いかんわってで、ここで、練習スタートします、でもあかんあかんストレス溜まるわって山奥行ってね一人で規制を上げて大声出したりとか、そこで素振りしたりとかしてましたよ。ほんまにしてたしてたね。はい、景色を見ながら景色に向かってホームランを掴めようってねホームランなんか打てないけど、でも そういうこともしてたし、だからその気分転換のためにちょっとなんかどっか行ってこう素振りしたりとかっていうのはたまにしてたっていう、まあまあそんな感じでしたね僕の一日のスケジュールとしては。デーゲームの時は実質だから寝てない時もあるってことですね。だから監督が今日どうせ寝てへんやろって言うから、すいません試合始まるまで寝とけって言われて練習ですよ。そんなことなんですか。あったよ。だから一回だからハマスタで移動ゲームの金曜日移動ナイターででゲーム出てで翌日デーゲームじゃん横浜スタジアムで朝朝食会場にマネージャーに行かなくていいですかっつって電話したわけ。1時間でも、ね、寝ときたいからっつって、それでいいですかっつって言ったら、お監督が今なんか今日お前後から行かすからって言ってるわって言うから、えってなってスタメンじゃないですかっつったら、後から今日試合の途中から行かすからあの試合始まって球場行ったら練習出なくていいから寝とけって裏であのトレーナー室ではみたいな、で分かりましたっつってで裏寝れるわけないじゃんそんなトレーナー室寝とけって言われて、でもとりあえずトレーナー室でずっとさ横になってこうしとったわけで、ゲーム始まったら起こしてやるからみたいな、ゲーム始まってから体を動かし始めろって言われて、それまで一切しなくていいから分かりました。で、あそろそろゲーム始まるなってぐらいの時になんかうつらうつらしてて、そしたら監督じゃないコーチがバッて呼びに来て、かわしい用意してくれみたいな、もう始まっとったんですね試合はってなって、今初回に4点取られてるっつって、もうピッチャー初回で変えるからあのピッチャーのとこで代々で行くからはぁ、あ、みたいな、何もしてへんのですよ。終わってってストレッチして着替えてユニフォーム着てさ、で2回の途中で代打で回ってきてさ、それで9番のとこで代打行くぞって言われてはぁ、あ、みたいな、打てるわけないやんかそんなので、結局その日打てなくて、じゃあ監督がもうほんと申し訳ないと、査定に響かんように言っとくからっつって、こんなの俺のミスやみたいな、ほんでいやいやそんなのはいいんですけどみたいな、結局2回から出てるし全然休んでないし、普通に出た方がいいし何やったらもう訳分からない変なルーティン組まされてさ、何やったんやこれみたいな、そんなもんあるんすか。そうでもあったよ、だから土曜日がだから俺スタメン外されること多かったね。ああそれがあるんすね。それがあったから結構土曜日だから何回かこの2008年もこれ全試合出てんだけど俺、うん、この全試合出さすために監督が考えたわけ。全試合出てもらわなあかんからそのために何試合かはスタメン外すからって言われて、であの入って年代を事件もこの年やねあそのストレスですか。マイク入って年代を事件もこれあの土曜日のデーゲームやね、あのやっぱり土曜のデーゲームでピッチャーがあの杉内だったからもうちょうどええやろって打率下げるだけやっつって休めって言われて、で俺はでも杉内と対戦したかったわけよ、打てないとは思ってたけど、なので外されてムカついとったわけよほんでなんかまあいいとこで美味しいとこで代打で行かされてね、でなんか抑えのピッチャーからタイムリー打ってさ、逆転タイムリー打ってでヒーローインタビューだったわけよ。でちょっとイライラしとったわけよね、打ったけど、でやじられたから「あえてねえんだよ」って切れちゃったってそう、すべてがこの繋がってるんですよ。なるほど。忘れもしない。2008年だから。ぶち切れた。なるほど。皆さん、こんにちは。諸国さやこです。今月も6月26日の月曜日に YouTube チャンネルトラトラタイガースで生配信をします。6月の試合の振り返りや鳴尾浜便り、そして選手のおすすめの食べ物の紹介など、トラトラタイガースならではの企画盛りだくさんです。皆さんもコメント欄で配信を一緒に盛り上げてください。お待ちしてます。